たすけあいジャパン復興ミートアップは毎月11日に東北からですね、現地で活躍されている方をお呼びして現地の食べ物、現地のお酒を一緒に楽しむ会にしております。1時間東北の現地の方のお話を聞き、その後に2次会として食べ物、飲み物楽しんで、みんなでワイワイ、少し復興って考えるとですね、硬いんですけれども、カジュアルに関わるきっかけを提供したいなということで始めています。毎月11日やっておりますので、ぜひご参加ください。飲みながら話を聞くっていうスタイルでございますので、飲みながらちょっとゆるゆるやらせていただければなと思います。今までで累計約700万 PV で、 Facebook も今1万8000人のファンがいていただいてですね、多分今日も Facebook から来ていただいた方も多いのかな。すごいなと思ったのは、もうとにかく形にしていくというところ。それは数少ない部分ですけど、自慢できるところだと思います、うん、企画書を提示して、なんかこう机上の空論で何か夢を見ることができるんですけど、我々は常にこう実践してるっていうところは自慢できるところです、うん、それは決してお金もないですし、決して質がいいとは言えないかもしれないんですけれどもでもとりあえずスピード感を持ってやっちゃう、はい、でなおかつこう一応見栄えはかっこよくするっていうところは、うんうん、意識しています。石巻だけじゃなく、先ほどお話したような沖縄にも出展したいということで、もう完全に田舎根性です石巻すごいっすよね。石巻で成功したら東京だ田舎からしたら銀座だろう一番ですよ。最初に我々の思いとしてあったこと、あるいは彼らの思いとしてあったことは、自分がしたいことをするっていうようなマインドがスタートだと思います、うんうん、でその共通項、その共通した部分で重なる人間がつながって、うん、じゃあ本当に自分で責任を持っていろいろ行動しようよということで動き出したのがこの 2.0 というチームだと思います、うん、それでは一路ある 2.0 の本物がそうそう発展を持って、乾杯。すごい刺激になりました。また東北に行きたくなりました。楽しかったね。